Hello, all the viewers and Japanese viewers. My name is Konshiro. Today I will walk on the Tokaido near the Minakuji-shuku. Minakuji-shuku in Shiga Prefecture Koka City. This way, Tokaido line route, all this Tokaido route, about 400 years ago, opened. Now, I'm going to walk west to Minakuji Ichibashi Station. This is Minakuji Ichibashi Station. Turning point, divided three routes. I arrived at Minakuji Ichibashi train station. So here is Tokaido. Tokaido. And there are three routes on the Tokaido. South route, center route, and north route. I will walk all three routes today. Center route starts. This route east end about 1,200 meters. Let's start. Center route is main route, maybe. Let's go. I'm walking on east. Minakuji Honji, to Minakuji Honji. So today it's very, very cold. Snow and rain. Now, I would like to speak Japanese here.皆さん、こんにちは。こんにちはです。今日はですね、東海道53次の、Minakuji地区に行ってます。ここはですね、道がですね、三つ股になっているんですね。今、その中の真ん中の道を、西から東へ向かって歩いています。多分、1.2 キロから 1.5 キロぐらいで合流するんだと思いますね。東の端が日本人があって、西の端っこが、先ほど見ていたように、Minakuji Ichibashi駅というところですね。この間、3つになぜか分かれてるんですね。ちょっと、どっち向くかはちょっと都合で、歩きながら考えます。Today's title: The Mask で、東海道、宮戸Minakuji宿、Bifurcated two routes, a three routes. Okay.半分くらい来たでしょうかね。今、地力がありますね。今、中央のルートを通ってます。東に向かってます。ちょっととても寒いですね。雪がちらほら降ってますね。気温は多分2度ぐらいかな。今、こっち東向いてます。こっちから来ました。中央道ですね。東に向かいます。こっち、南側になりますね。あたりまた、こっちに向かいますね。屋台ですかね。片栗粉を作ってます。
階とかって結構こういう休憩所がありますね。ちょっと今休んできました。続けていきます。今こちらから来ました。こっちに向かいます。今日も普通にオーソドックスな本社ですね。オーソドックスという言い方も変ですけど、結構おちゃらけで、マスクかぶったりしましたけど、なんかそっちの方が結構見てくださる人多いんですね。特に外国の方だと思いますけど、こっちはちょっと一気に3ディバイドするわけじゃないですね。あの分かってなくて、はい、こちらに庭のことですね。こっちが、東ドック、こっちが先に日本人になります。北側のルートがゴールしたところに行きましたね。そうそう、あのここはですね、もともと甲賀郡水口町って今甲賀市になったんですけど、名前の通りの甲賀の里なんですかね。あの忍者のマスコットというか、すみません、本当にあの甲賀忍者ってどこが発祥でどこがなんかよく私よく詳しくないですけど、ちょっと時間かかってなかったらしいけど、今ここですね。ここは中央のルートと北側のルートの合流点です。あ、これは取ってもらいましたね。お約束ですね。ですね、ちょっと北側のルート行こうかと思ったんですけど、せっかくなんでちょっともう少し東行くと本陣跡がそうですね、そこまで行ってみたいと思います。いましたね。今こっち東向かって撮ってますね。まずここ脇本陣ですね。すぐ正面に見えてるのがあれ、先ほどの北口と南真ん中の分岐点になります。さっきの脇本陣のとこちょっと広いとこがあって、ここになんか本陣跡っていうのがありましたね。ちょっとなんかモニュメントみたいなのがありますね。東へ向かってます。I'm going to walk north route. This is here is a turning point. Left is a center route. Right is a north route. Let's go.池田町、道路みたいなのありますね。ここもちゃんとやっぱり北海道を出してる方が書いてますね。あ、そうそう、ちなみにですね、この辺も岡山水口城市っていうそうです。ではちょっと道路したいんですけど、ちょっとなかなかここまで行くとさすがに時間が結構かかっちゃうんで、ちょっとスタートしますね。なんか
そういうことで、あのみんななんかゴミ拭き場の横にあったりするんで、せっかくこういいもんがあるのに、なんかちょっとあれはないですよね。みんなそうなんですけど、なんかあっちもまたありましたね。ここ副長って書いてますけど、すぐやっぱりゴミ拭き場ですよね。でこうまた来たのなんかどうなんでしょうか、まあ、勝手な結果は知れません。ジャージで通ったところですね。パトラムだったと同じ道になりますけど、ちょっとこのマークしたゴムでできて穴がいっぱい入ってるんですけど、フィルターを移して一瞬窒息しかけました。でそれ趣味じゃないんですよ。ここはちゃんと働いてるんですね。途中を乗るとですね、また道のターニングポイント戻ってきました。でこの先が駅ですね。ここにも入れたいな、なんかそうそうじゃないですか。コミュニティセンターの裏というか、中というかですね。コミュニティセンターで映像いただきました。ちょうど今、この辺ですかね。さっき、センター歩いて、ここまで行って、北から戻って、今度南行こうかなと思います。じゃあ、ちょっとコミュニティセンター落としますね。ビビナックチェイシュワシェルに行きます。あ、ここにも屋台がありますね。天皇町と書いてますか。そうですね。前ですね、このランパマスク下にしてその上に布マスクしたら窒息しましたよね。あの教会であるんですけど、逆にしたらどうかなと思ったら、逆にしたら意外と楽ですね。今度は南側の道路に行きたいと思うので、ちょっとマスクを変えてみました。で再び西側のターニングポイントから、それルート行ってみますね。何言ってんでしょうか。
ということで、南側でちょっと今変化をつけたいんで、マスクを変えてみました。ここが、西側の起きてですね、もうなんかあんまり淡々と行っちゃってた感じですね。まあ、景色の方というか、こういう街並みいいですね。でもね、こっちがちょっとなんか商店街っぽい感じがありますね。さっきの北側はなんか普通の街並みでしたけど、南側はなんかちょっと看板が多いですね。南側はなんかちょっとそこそこなんか劇団本部でちょっとだけ商店街って感じですかね。キャパはなんか本当に家だけでしたね。真ん中もまあまあ中心っていう感じはしましたけどね。電車のとこ本当に通りました。中島町って書いてあるんですね。基本的に今週のですね、マイナーなところを狙ってるんですけど、ここはまあ都会なんで、そもそもそうはマイナーじゃないんで、で、基本的にこのマイナールートですね、できるだけ普通の人は東から西に行くんですよね。だけどできるだけ西から東で取りたいなと思ってます。ですからメインのルート一周するような場合は東から西で、マイナーのルートを西から東っていう風にちょっと考えてやっていきたいと思ってます。まあ、今回4段目ですね、けども、まあ、一応今まで3回ともそんな感じですかね。眩しいですね。まあ、ちょっとさっきの岡山になるんですけど、今多分この道って真ん中皆さん通っちゃうと思うんで、南側のルートはちょっとマイナーなルートかなと思って、なるべく西から東歩いてます。先ほどの雰囲気は感じがしてきましたね。もう一度合流点、東の合流点かなと思います。ここは東町と書いてますね。公民館あります。あ、そうそう、今岡山の二百地城ってさっき声を聞きましたけど、なんかあの西側にね、二百地城ってまた別にあるみたいですね。なんかちょっと遊園とは歴史はちょっとよく気がつくないんでよくわからないんですけども、西の中央の通りとですね、到着しましたんで、そのままこっちに戻します。まだまだ道はそのまま戻ります。ということで、ちょっとマスクを外します。あ、ちょっと楽になりました。さっき撮ったばっかりの道なんですけど、やっぱり東へ向いて歩くと西へ向いてというか、いや行って帰ってって思うとちょっとだけですけど雰囲気違いますね。なんとなくやっぱり後ろ向きって見ないじゃないですか、景色が。だからやっぱり見える景色が違うんですよね。裏町って書いてましたね。あのさっき忍術忍術もなかった。やっぱりあの甲府の里ですね。
家町って書いてますね。呉服屋さんですか。なかなか最近ないですね。なんか木の庁舎郵便局がありますね。土管の山ですね。あちらに先ほどの岡山宮口城と見えますね。はい、こっち側が、北ルートで今のセンターですね。はい、また同じ柄ですけど、はい、戻ってきました。はい、こっちが南ルートですね。今北側のルートで戻りますね。はい、これで今日は終わりです。マスクで東海道、二股道、まあ、ここ三股道ですけどピンポイント集でした。最後までご視聴ありがとうございました。またお時間あったら見てくださいね。 あと外国の方に、サンキューフォーWatch all foreigners to my content and thank you very much. 英語になってましたか？